はい、第3回シネマチュラリズム始まりました。どうも、くまです。と、そがです。今日はちょっとカメラマンメインで、はい、やらせてもらいます。はい、お願いします。お願いします。では早速ですが、本日紹介する映画の方を紹介していきたいと思います。はい、本日紹介する映画がこちらになります。こちらかな、紬のラジオという映画なんですけど、こちらの紬のラジオの映画の方からですね、はい、今回ゲストの方来ていただいてますので、はい、そちらの方紹介させていただきたいと思います。はい、ゲストの方はこちらの方々です。どうぞ。ありがとうございます。じゃあちょっとこちらの方々です。監督の方からちょっと自己紹介をお願いします。はい、どっちもこっちでいいんですね。はい、監督しました小葉明義と言います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、折原紬役をやらせていただきました長谷川洋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。綱島こより役をやらせていただきまして米沢なるみです。よろしくお願いします。お願いします。黒田光って可愛いね。光役、黒光の役をやらせていただきました大沢慎一です。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと早速ですけど、こちらの映画のちょっと内容というかあらすじの方をちょっと監督の方から紹介していきたいなと思うんですけど、はい、早速、はい、この長谷川さん演ずる紬さんが、そう幼馴染なんです。小寄さんと紬さんが幼馴染み、馴染みが大人になってこう再会するんだけども、紬さんは、ちょっと子供の頃にちょっとだけ意地悪しちゃった思い出があって、あ、彼女のためになんかためになることなんかしようと思って頑張るんだけど何にもうまくいかないっていう話ですね。なりけに、うまくいかないですね。だいたいあって、まあ、思ったことは、はい、そうそう、そうね、そういうだから男と女の子の話です。ああ、それ言うとつまんないね。これでも本当いつもね、あらすじを説明するのがすごく難しい。まあざっくりと言うとやっぱりそういう話なんですよ。で、この紬ちゃんは、ラジオが頭の中にラジオがいつも聞こえてるっていう人なんです。で、そのラジオがこの小百合ちゃんを、まあ、昔意地悪しちゃったからなんか罪滅ぼししなさいよっていうのをはいっつってするっていうそうねっていう気持ちになっていろいろ彼女のためにねいろいろ頑張るんだけどなかなかうまくいかずにいろいろ傷つけてしまったりとかいう中で2人が成長していくっていう話ですね。はい、ありがとうございます。でちょっとまあじゃあちょっと早速なんですけど、ちょっと予告をちょっと皆さんで見ていただいて、はい、まあなんかちょっといろいろなんか思い出すことがあるかなと思うので、喋りながらいいですか？あ、全然、はい、大丈夫です。ちょっと今からちょっと流しますんで、私たちが見ていて見ている人も見える。あ、そうですね。なるほど。繋いでくれてどうもありがとう。早速お入りください。最初に言っとったシーンかな。あ、はい、これラジオが聞こえてるサイズですね。あんまり話さないからね。時間短いからね。友達にね、償いをしたいのよね。そう、償いをしようと思って作戦を考えるわけですよ。憲法するのになってきて、今、まあいいか。間違ってるやつであれ。何ですか？あ、本当ですか？突っ込んじゃいけないやつ。直す前のやつだった。直す前のやつ。作戦を決行するのを結構するの。そう。なるほど。あ、じゃあこれよりも最新バージョン。最新バージョンあるはずです。ああ、すみません。すみません。面白かった。僕が勘違いして直し忘れたよ。20年越しごめんね。そういうやつだな。これ話をずっと見ていくと、彼女が一体どういうね、ことをしてたのかというのがちょっとずつわかる。でもそんなね、それが、その思いがね、ほら、なんて言っていいんでしょうかね。これはもう見ていただくしかないかな。はい、予告が見ていただきました。ありがとうございます。これ作品はいつ頃の、はい、
これは撮影が3年前ですかね。撮影が3年前で2年前の正月ぐらいに完成したのかな。だいたいそうですね。1月ぐらいに完成した。だから2017の作品ですかね。完成で言うと。はい。でちょっと登場人物のキャストの皆さんに、ちょっと自分の役どころと何かちょっと撮影中に、監督からこういう演出があったとかみたいなのがあればちょっとお話ししていただきたいんですけど、紬役の長谷川さんから、はい、役どころはさっき小林さんがほとんど話してくれたんですけど、頭の中にラジオが聞こえていて、もうお話の始めはなんか復職して間もない頃の感じですよね。うん、なんか多分病気のこととかあってなかなか仕事も安定してなくて、やっと仕事見つけて安心したなっていうタイミングぐらいがスタートで、そこからこの子に20年ぶりに会うっていうか見かける、だから近くに住んでたんですね、実はっていうことだよね。でそこからなんかこうラジオの声にさっき言われたけどな、小よりにもう全部喋っちゃうじゃん、これ。まあまあそう、でも大丈夫。あのラジオのトレースしてる感じがラジオの声に導かれるまま、この子のために頑張る一生懸命な女の子、女の子って言ってるかしら、いいんじゃないかな。劇中の年齢みたいなと明確に、だって30ぐらいです。だから20年越しっていうのは10歳ぐらいの記憶から20年ぐらいなんで、30ちょい前ぐらいかな。そうか、20代後半、ざっくり。演出指示って何かありましたっけ？でもあんま覚えてないんですけど、いや、でも大体台本に書いちゃうんで、そういうなんかこう、分かる、みんなキャラは、これ書けばなんか掴んでくれるかなっていう書き方をする、心情とかを、心情っていうか、なんでしょうね、多分掴んこういう書き方したら自然に掴んでくれるっていう書き方をするようにはしてるんですよ。僕にそれ伝わってるかどうかわかんないけど、だから例えば、長谷川さん普段結構繊細な役が多いし、僕が見た作品も結構ちょっとなんですか、重めの女性が多かったりするんですよ、印象的に。でやっぱりちょっと明るめにな長谷川さんのを見たいなっていう、そういう演出したいなって思ったので、演出って言っていいか分かんないけど、長谷川さんはそういうね幻聴みたいなのが聞こえるけども、明るめっていうか強気というか、なんていうんですか、それにあらがってるし、性格的にも重たい人っていう風な印象になるよりは、もう酒飲んでニコニコしてるっていう人間性をしてるので、やっぱそれに合わせた役はやっぱりやってもらう、別に僕は言わなくてもそういうのってできるじゃない、そういうなんか演技の指示っていうよりはそういうキャラクターの作り、そういうキャラクターの、そうそう、だからちょっと言葉もちょっと男性っぽいっていうか、そうですね、サバサバしてるっていうか、結構はっきりした性格な感じがしました、ね、で、服装とかまたパンツが多いし、はい、ね、とかいうふうにやっぱ自然にそうなるように、自然にそうなるようにっていうか、そうなりましたね、そうなりましたね、衣装でも結構相談して、結構特殊な感じになりましたけど、そうそう、だプロレス好きっていう設定もあるし、なんかその、ちょっと男性っぽい、男性っぽい霊格、男性女性っていうか、なんていうか、ガサツというか、そう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 、だ女女してないというか、あ、そうですね、この言葉がまたなんか引っかかんないから、まあ先許せからね、なんか乙女っていう感じではないっていうね。足開いて座ってたりとかするし、で一方小百合は乙女っていうところをちょっと出すのよ、やっぱりデートのシーンとかでなんか可愛らしい服着ちゃったりしてっていう。で米沢さんの方は、はい、あ、自分の役どころと、そうですね、綱島小百合ちゃんっていうのは綱島小百合ちゃん ,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 
その幼なじみみたいなそういう役どころで、つむぎちゃんがその小百合ちゃんのために頑張るっていうか、それで奔走するという役どころなんですけど、まあ小百合ちゃんの役どころとしまでは、まあそのなんていうか、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとつもしんというか、まあ
本当に我が道を行くっていうわがままっていう形の方で、その思ったことに分かりやすいくらい突き進んでいってっていう、なんていうか、そのある意味、まあ、尊敬する部分もあれば衝突もすることも多いっていう形で、でもそれでも、まあ、なんか全くそのなんか傷つくっていう、まあ、まあ強いわけでもなくて、やっぱ脆い部分もあるみたいな、なんかそういうなんていうか、まあ、愛すべき我が道を行くキャラクターかなみたいなのだと思います。はい、よく分かんなかった。あ、そうですか。あ、すみません。愛すべきキャラクターだな。憎めない、憎めない。風鈴に関してもそういうなんか直接的な、まあ、演出というよりはもう、うん、そうですね、はい、でも私の場合は なんていうか、そのまあそのどっちかというとちょっと、まあ、見た目が子供っぽいとか喋り方が子供っぽいとかあったんで、ちょっと思い出したのが、もう終わりね私たちとか、あ、言っていいのかな、まあ、大人っぽいセリフがあるんですけど、それはなんか本当に終わりのようにこうなんか大人っぽく、なんかこう大人の女として言ってくれみたいな、なんかそういう、あの別れを告げるっていう、別れを告げるのと言われたのと、あとはまあその頭突きのシーンとか、私結構顔芸をこんな風にぐちゃっとやるんですけど、それはやりすぎとかやりすぎって言われたんですね。そういうなんかちょいちょい細かい指示は受けた印象がありますね。はい、かなと思います。それはするよ、そういうの。やりすぎはするよ。なんかさっき衣装の話が出たんですけど、はいはい、衣装は、衣装合わせで購入されたものをお二人は、購入しと、あと借りたの、はい、一部あの、子役、紬の子役やっていただいた星永リリちゃんって子がいるんで、そのお母さんがブティックやってまして、ははで貸してくれたんですよ、あのなんちゃんが。そもうなんか脚本書いてた時はそんな意識しなかったので、日が、すごく日数がかかる、生き生き中で、そうですよね、だから中がすごい場面も結構、えげつない量の衣装いるなって撮影寸前に気づいて、で、あ、寸前だったんです。もう寸前、まあ衣装合わせとかする、読み合わせとかする段階で、はい、これやべえぞっつって、で買いもしました。たくさん買って、あの渡して、まあ紬は割と T シャツとかで良かったんで楽だった、ね。女の子っぽい格好させなきゃいけないけど、本人持ってないんで、あの米沢さん連れてなんか原宿の安い店行って女の子っぽい服を買って持ってて、これ管理してねっつって、はいっつって渡して持って帰って、その2日後ぐらいにメールがあって、あ、おばさんすいません、スカートなくしちゃいましたおーって思って、なくすなくすって何、どういうこと、だって何着かまとめている中の1着だけなくすんですよなんか緑のスカート、なんか髪隠しにあったり、リボンだけあって、そのリボンじゃなくてスカートがないじゃん、衣装が髪隠しにあれって、それは結局ないの、ないの、まだ見つかんないっていう、そうです、リボンだけしかないっていう、髪隠しの、じゃあ、あの撮影前に一回着用したとかなんですか、ね、多分その着用してないでしょ、いや着用というか、あ、試着はしたんだけど、そう、みんなで試着した後に亡くなった気がします、みんなで、みんなで顔合わせの後に、いや多分その前に多分なかったと思うよ、なかった、じゃあどっかにお店の人が見忘れた、衣装合わせの、それはでもそれはあるかもしれないね、そうそう、基本自分で自分の衣装は管理してる、そうそう、管理してもらって、でまあもちろんあの終わったら使っていいからって言って、ただまあ衣装もじゃあでもこれもクラウドファンディングで作ったやつだからちゃんとしっかりしなきゃダメだってめちゃめちゃ説教しました、うん、へこむぐらい言いましたもんな、そうで、そうそう、でもまあなんとかなんとかなんとかで、なくなるっていう、ね、ね、聞いたことねえよあまりとか全く聞いたことないです、聞いたことないなくなるわ、ね、どっかで忘れてきたとかね、そう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 、まだね、電車忘れてきたとかのが分かるけど、そうそうそう、あのそう思い当たらないっていう神隠し、神隠しは意味が分からなくて、でなんか家でなくなったみたいな言い方されたんだよね、なんかじゃあ探せよって言ってでもあるよね、どんなに探してもいないとないときはないなぁと思って、あ、確かに今の時見たらめちゃ怒られた、そう怒られとるよ、あなたらね、リリちゃんはね、紬じゃなくて小よりのちっちゃい子だから、あ、これのちっちゃい子だ、ごめんなさい、失礼しました、
あ、キャリア。ここからちょっと。よかった。ちょっと衣装の話しちゃったんですけど、はい、小沢さんもあの、はい、ちょっと役どころと衣装の話演出。僕は、いや、僕は彼氏役なんですよね。あ、はい。ここが、ね、こうカップル役なんですけど、でもあんまり別に彼氏っぽいとこも、うん、まあ、言わない方がいい。あんまなく、なくというとあれなんですけど、うん、小沢さんの衣装はあれは、はい、衣装あれはあの小葉監督からこれだと言って渡された白いタンクトップ3枚組ですよ。楽でよかった。3枚組、ただこうなんか首にかけるネックレス、ゴールドのなんかね、ネックレス、ね、それぐらいですね。いつも同じ服着てる人。いつも同じ。たぶん、ね、白いタンクトップが多分10着単位で家にあるんだろうなみたいなイメージ。そうですね。確かにあれ劇場見てたらあの、お仲間もね、同じ服装でしょ。そう、ね、仲間も仲間も毎日同じの着てるわけじゃないんですよ、多分。着替えてる設定のもちろん。あのキャラクターの感じももう、もう元々の台本での。あれはね、もうね、なんであんなキャラ作ったか覚えてないんですよ、全然。なかなかなやつでしたけどね。思い返したら大体思い出せるんだけど。多分俺大阪をいじりたかったな。なんかでも僕なんか小葉さんをすごい好きにやらせていただいた感じですよ、あれは。でただ本当唯一言われたのが、口を開けっぱにしてくれる。そうそうそう、口半開きにしてくれる。常に口を半開きにしてくれる。ちょっと大きめの半開きでお願いします。バカに見えるから。やっぱりあの彼はバカでいいです。そうだからあの何考えてるか分かりやすいけど分からないというか、なんか普通じゃないです。普通じゃないです。あの自分が大好きなっていう、自信がありすぎるっていう。なかなか衝撃な、うん、そう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 。なんかスキップしてるシーンなかったですか。一瞬あれなんかも、あのあれは大沢くんのアドリブでだったんだけど、あ、もう掴んでるなと思ったね。黒田という男を物にしてる。ちょっとほっとした人が好き。あ、でも毎回もじゃあ自由に。あの後もね、結構面白いんですよ。なんか僕壁に寄りかかってるんですけど、その壁がね、あのこれ正直ね、作品だとちょっと分かりづらいんですけど、壁が斜めっていう。いや、なんか分かりました。すごい不自然な格好してるなって思ったんですよ。それは分かりました。斜めってる壁に、なんかちょっとなんか現代アートみたいな壁なんですよ。そう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 、斜めで斜めってる壁になんかこうやって無理に格好つけてる。なんかもう、ああもうこの人ならやるわみたいなのをすごい感じます。懐かしいな。懐かしいですね。懐かしいな。そういうのが面白いんだよね。10分で森上舞ちゃんめっちゃつぼってましたよね。そう、ってるもんね。あの頭の中の、そうそう、ラジオの岐阜の女優さんで実際にパーソナリティしてるの で、 そうなんです、ね、呼び寄せました。じゃあもう本当普段ラジオでやってるような感じ で、 そで、ね、うん、そのまさにまさにもらって、だから結構セリフなんかでもあの映画が終わるときに言う彼女のセリフとかも、やっぱ彼女にちょっとアドバイスもらって、あ、ラジオの締めっぽい。それっぽくの。じゃあもう元々森の井さんにやらせようっていうのは、もともとは男の声にしようと思ってたんですよ、本当は。最初の書いてるイメージは男の声だったんだけど、あ、これ女の子の方がいいかもなってなんとなく思って、男だとちょっと怖いしなっていうのもあったので。藤井さんか、いや、まあ、藤井さんとは思ってないけど、うん、まあ、渋いDJ っぽい、あ、ね、そう、いろいろパターンもあったんだけど、うん、赤坂さん、そう、赤坂さん、それがもう、なんか、それはそれで面白かったもんね。こんなん持ってやってる人が脳内にいる。はい、どうも。それは、それでやむ。めっちゃうるさそうっすね。それはそれで面白かったもんね。超悩むわ、それ今週のめっちゃ長いお便りが来てます。きついね。それは厳しいですね。いいと思う。いや、好きですけどね。楽しくなっちゃうかもね。でもそれはいいかもね。それもそれでね。最初はなんかもう長谷川さん自身が喋ってるのかなって一瞬最初思ったんですけど、うん、違う声なんですか、うん、それってやっぱりなんですか、ね、心の声っていうよりはもう本当に頭の中に他人がいるみたいな、やっぱイメージなんですかね、そういう現状を。そうです、そうです。よくだから相互失調症の難しさなんだけども。我々はもうあるじゃないですか、普通に頭の中で会話するみたいな
ってありません？なんか物事を考えるときに知らん、あの全然違う誰かの声を頭の中で再生してとかってできるじゃないですか。で、その統合失調症の調べるとどうやらあのその我々はそれが頭の中で言ってることとして認識できるけども、それを認識する能力があるってことですよ。それがでそこの部分の働きがちょっと弱くなって、あの頭の中で言ってることが本物に聞かれてるのか頭の中で言ってるのかの判断能力がちょっと落ちることからそういうことになるみたいなのがあるらしいので、だから それ自身を想像するのは意外とあのそうやって言われるとなんかできちゃうっていうか、なんか夢とかもそうじゃないですか。なんかあの夢にがっつり夢見てる時ってリアリティすごいじゃないですか、はい、そういう感じなんだろうなっていうのが、ね、想像できたのでっていうのと、まあいろいろ調べて、まあ、そういうのも、はい、まあ、なんですけどね作品をもともと今言ったように統合失調症の方をテーマにもともと撮ろうっていうのがあって作り始めた。まあ、もちろん書き出した時はそうなんですけど、あのそれ以前に、いろいろアイデアってやっぱ出すわけですよ。自分の中であの脚本あのお話考える時はこういうアイデア面白いなとかっていろいろ出すうちに3つぐらい、あ2つ3つこうあって、なかなかこうでもちょっといい形にならなくて、そのアイデアが、それな時にその統合失調症のその記事ちょっと足してたまたま読んで、あこういうことあるんだと思って、な自分も偏見持ってたななんて見ながらやって、でそれを何、でしょう、それをじゃそういう話もちゃんと書こうかなと思ってこういうノートと向かい合ううちにこの別のアイデアがこう一本になるみたいなとこ瞬間があって、で結構本になるっていう話で、そもそもちょっとまあ長くなっちゃうんですけど、これも全然カットしていいんですけど、つむぎってキャラクターも本当は別のアイデアのキャラクターで。もともとが、あの全然ダメな女の子なんだけど、ここでバーで飲んだくれてる、まあ、つむぎのラジオでいうとバリッコみたいなタイプのキャラの女の子が、はい、お金がないからある時自分のなんか才能に気づいて、なんか人と人をつなげるのが得意だっていうのに気づくて、はい、あの運命の糸を運命の赤い糸をつなげるっていう仕事を、キューピッド的な、それはもう恋の相手でもいいし、な人生の相手でもいいし、そういうのをつあのうまいことつなげるっていう職業を思いつくっていう話を考えた書いてたんですよ。それがなかなかちょっといい感じにまとまらなかったんでっていうのと、あとはまあ映画のオープニングで、あの小百合が男の子と別れるシーンがあって、その後男の子が行方不明になるっていうオープニングなんですけども、それはそれでまた別 の、あの話を本当は考えようと思ってて、私もちょっとなかなかあのでもちょっと持ち弱いなとかいろいろ考えてる中で、なんかその統合失調症の書いてたら、あこれつながる、あそれでくっつけて一つになった感じですか。そうです、だからそう名前が紡ぎ、あの運命の糸を紡ぐ話だったから、でやっぱ結局そういうストーリーもそういう話になったので、紡ぎという名前をそのまま生かしてっていう感じですね。あと、まあ、多分他にもいろいろあるんですよ。その初期段階での話っていうのはキャストの皆さんにもあらかじめ、いや全然全然そんなのは全然ないです。もう違う話なんで、そういう話ですね。うん、まあでも大体脚本ってそうなんですよ。なんか元々のものからで別の普通からだ、一つのアイデアから二つできる時もあるし。3つぐらいが1つになってもらうしみたいなのがあるので、うーんですよ。そうなんだ。ちょっとキャストさん方にも質問させていただきたいんですけれども、役作りで何か苦労されたこととかあったら教えていただきたいなと思うんですけれども。苦労か、はい、長谷川さんからお願いします。そうですね、さっきちょっと話に出たけど、はい、あの割と私普段が大人しめとか真面目とか、まあ、なんだろう、学校の先生だったりとか、そういう定職な奥さんだったりとか、そういう役柄が多い中で小葉さんはちょっと違うキャラクターを割と振ってくれ、割とっていうかこれ紬ともう一個地元ピースっていうやつだけだけど、うんうん、
そうですね。で、それが多分やってて楽しくて、ってことはなんかまあ自分の中に素に近いんですよね、多分つむぎって。割と猫かぶるタイプなんで、で外で。それは流しよう。猫かぶれてるかどうか今不安になった。なんだろう、いやでもなんだろう。誰も見てないとこでのだらしなさっていうのが私自覚としてあるから、外にいる時よりその普段の方に割と近いキャラクターを小葉さんは描いてくれてるっていう印象で、でもそれにしてもちょっと、なんだろう、表現として、なんだろう、表情とか、なんかちょっと顎突き出して喋れとか、あったもんね。あったかもしれない。ありましたのよ。それは多分なんか、私からは自然には出てこないアクションだったりするから、まあ苦労じゃないけど、ベースは割と普段のベースはそうですね、のところどころ、そうなんかちょっとえいってジャンプするところが必要だったりしたかなっていう感じですね。あとなんだろう、まあラジオ聞こえてくるラジオに関しては割と自分で調べたりもしつつ、で途中で小葉さんにこんなのありましたけどってちょっと参考にしてみたサイトの URL 送ってとか、すごい調べてくれて、その動画の視聴者とかも、ね、すごいだから、いろいろ、なんだろう、僕もありがたかったですね、そこは理解してくれてるんだなっていう、理解っていうか一応なんか共有しておきたい、ズレがあったらやだなって思ったんで、そこは共有するように、僕も統合失調症の役をやったことがあっていろいろ調べたことがあったんですけど、なんか調べる前は暗いイメージが結構あったんですけど、なんか現状聞こえてる人たちにとってはなんか暗いというよりはなんて言うんだろう、そのまあ普通に生きながらもそういう現状が聞こえるっていう感じ、それが日常化してるっていうところなんで、なんかそういうところも表現できたらいいなって思いながら役作りしてたりしたんですけど、そういうところも意識されたりとかされましたか？なんかその暗くなりすぎないようにとかは僕は意識その時した覚えがあるんですけど、暗い明るいっていうよりは、その自分がそういう病気なんだうっていう感じではなくて、ただそれが聞こえるっていうことだけ意識してる、この人にはこれが聞こえてる、それに反応するっていうことだけ気をつけてたかな、はい、ありがとうございます。米沢さんはいかがですか？はい、そうですね、私はまあ先ほど似てるっていうことを言われたんですけど、私に対してはまあ小よりちゃんはまあ結構似てないなっていうか、まあ似てないなって思ったんですけど、ただとてもなんか分かりやすいキャラクターではあったので、なんかその逆に楽しみながらやれたというか、私が多分普段そんなに怒んないけど、あこういうとこで怒るんだなとか、あとその、まあ、失礼かもしれないけどちょっとだけなんかその小林監督に似ているように感じた部分もあって、あじゃあ、まあ、怒り方とかちょっと似せてみようかなとか、そうそうなんだ、怒るからって言ったら俺があの衣装なくしたことがあって、衣装のことで言われたこと触ってみたなんかこう表情がめちゃ般若のようになるのか、なんかそんなそういうなのもいらっしゃいます撮影の山に行った撮影の話する 顔がムーみたいになるなとか、なんかそういうのをなんか楽しみながら、こういう役ってあんまり私ぼーっとしてる役とかお化けとかなんかそんなしか役もらえないんで、なんか楽しみながらやれた感じしますね。あれどっち見るの？こっち見る。どこでも大丈夫です。そんなそこまで見る。はい。はい。なるほど。お化けの役が多いみたいな話されてましたけど。そうです。まあなんかそのたまたまホラーにかかるのがこう数年くらい前にあって、その時やっぱお化けとかお化けのあーとかそういうのの声とか。やったりしてましたね。あと多分ちょっと向いてんのかもしれない。お化けのやつ。ちょっと見てみたいです。行かれた役がもしかすると合ってるかもしれない。じゃあ米沢さんは今回のつむぎのラジオの劇中の役とはあまりご本人とは近くはない感じですか？あ、そう
そうですね、まあでもなんかちょっと根本的になんか我が道を行くみたいなのとちょっと思い込みが激しいっていうところはちょっと似てるかなと思います。なんかね、かなと思います。はい、ありがとうございます。では大沢さんお願いします。僕は特にいや、というかあのとにかくね不安だったんですよ。で、まあ、毎回小葉さんに確認してたと思うんですけど、小葉さんこれやりすぎじゃないですかねって毎回多分確認してたんですよ、不安で。それは大げさにやりすぎとかそういう、まあそういう意味合いですかね。すっごい笑ってくれてるんですよ、小川さんと、中山さんとかが大爆笑してくれてるんですけど、でも大爆笑されればされるほど大丈夫かな、大丈夫なのかなと思ってきちゃって、なんかああの嬉しい反面、嬉しさはもちろんですけど、あ受けてくれてるなって嬉しさあるんですけど、あれこれ成立してんのかなみたいなのがなんか不安になってくるんですよ。まあでも小川さんがいや大丈夫だと力強くおっしゃってくださったんで、それを信じてだったんですけど、だったんだろうね。どうだった。でもなんかやっぱりね、あの登場人物はみんなやっぱ個性的なんで、うんそうですね。まあでもカメラを覗いて別に変じゃないって思ったからそのやったっていうのはあるんだけど、今多分あんくらね強くだなんか男性性が強くないと多分この3人の並びだと負けちゃうと思うんだよね。多分キャラもそうですね、うん、それはそうでしょう、ね、みんな強いですもんね、うん、キャラ、うん、多分ちょっとどこか普通じゃないなみんなと思って、大沢君もちょっと濃いめの人なのでそこはやっぱ全面出してプラスアルファぐらいの方が面白いかなって、そこ生かそうって言ったら面白いかなっていうね。あと中山君がちょっと薄めのキャラなんで、あそう対比としてもう大事、まあ、極端ぐらいでちょうどいいのかなってっていうのもあるし、特にこの2人がカップルっていうのは異様じゃなきゃ思えない。なんでこんな人と付き合ってんのっていう役だから。そうだからどうして選んだんだっていう、そういうのもやっぱあるし、例えばこの子なら選びかねないなっていう道目もあるし、そうだからそこはあとまあお客さんも笑ってくれるだろうなっていうのもあるしね。そうやってふざけちゃうからいけないんだな。でもバランス悪くないでしょ。俺なんかやっとってて、いやすごいなんかみんなそれぞれなんか癖があるし、うん、であの紬の弟、うん、藤原さんが、うんうん、弟って言っちゃいけない。あそうです、いけなくもないけど、ね、いいじゃんって思ってないんだけど、あでもいいじゃんって思ってあのカズママがまた面白いんですよ、がすごい、ね、すごいもう、まあ、まともというか藤原面白い、すごいいてくれるだけでなんかすっごい、ね、あれはねバランスをイケボ、そうイケボなんですよイケボってなにイケメンボイス、イケメンボイス、ああイケボイス、イケボなんですよ。すべてが面白いですよ、すべてあれはもうやっぱすげえ逸材を引いてあのね、もう彼はねやっぱね映画見てくれた人の中でもやっぱあの映画監督さんとなんかね仲間の友達の映画監督さんとかやっぱあのアンテナが鋭い人が見るとあいつが一番面白かったってなっちゃうんですよ。だからもういくら頑張ってもあいつにはかなわないっていうこれもう本当見ていただかないとね、ちょっとあれですけど多分流行るあいつすごいなって、だからあのこの3人が、まあ、他にも結構癖の強いみんながいる中で、うん、彼がいてくれるのがなんかすごいな、そこですごいバランスを取れてる感じがすごい、ちゃんと居場所を作られてたというかね、存在感を示されてたんですごいな、めちゃめちゃ、ね、いいやつだしね、本当にね、すごい人間性もいいしね、にじめてた、そうにじめてる、うん、すごいだからもうメタリカの T シャツ着てるのがすごい、そうですね、確かに買いに行ったんですよ、あれそうなんですか、上の方、あれは私物、私物では買ったんですよ、キャラをつけようと思ってから。こういうやつはヘビメタ好きだから面白いなっていう絶対好きだから常に何かしらメタルな T シャツ着てたんで、であの撮影終わった時にその、ね、メタル T シャツとか何着かこれ全部よかったらあげるよって、あこういうの持ってないんで嬉しいですっつって言ったら、まあ、だろうねただ嬉しいんだねっつって喜んでくれんだとか思いながらねやってましたけど、着てるかもね、
あと彼らね面白いのがこれはもう本当にあの見た人はうっすらこう想像していただきたいんだけども撮影始まるじゃないですか朝やって、うん、でもう終盤、まあ、1日とか夜、まあ、夜とかなるんだけども撮影が進めば進むほどカッコつけた演技するんですよなんかわかんない乗ってくるんですよ確かに気持ちに、ね、余裕が出てきてちょっと出そうとするんですカッコつけをだからそのカッコつけてるのをあこれ何時頃だなっていうのを想像しながら探すのは楽しいですなるほど二度と楽しみの見方は面白いですねあこれもしかしてみたいなそうそうそうプラスね足すんですよそのカッコつけをそれはね無意識なのそれがまた彼もなんか、ね、無意識全然言うとね演技全然違うでしょさっきとっていうだけどもうねあの海の島そうですよ夕方になってくると、うんすごくもう見てくださいそこはあこれ夕方撮ってんだな時間で違うんだ時間で違う足してくるんです思い出したみたいな演技もすげえ足してるもうそれもう俺も遊んでください彼はもう、うん、だもうリピーター向けのね遊びですからこれぜひリピートしてみてください、うん、それは確かにめちゃめちゃ面白いですから、ね、小賀監督はあのキャストさんで、はい、あの事前に集められたあのそのリハーサル的なことをされたりはするしますします。ああ、そうなんですか。海地1回、1回、2回とかですよ。その集まってスタジオ借りて、動きとかも一応やって、やらないと、まあ、スムーズにいかないんでね。多分キャスティングってのは、オーディションで、はい、いや今回オーディションじゃなかったんですけど、まあ、つむぎのラジオがクランクインする前に脚本できたのがさらに4、5年前なんですよ。もう2年やって、もともと。まあ、それで、いろいろあったっちゃったんですけど、まあ、大変な脚本だし、やっぱこの紡ぎ役って難しいんでなかなかイメージする人が合わないのと、まあ、僕もあのそのこれ取り切るパワー今まだないなとか思いながら温めてたんですけど、まあでも、いくつかその短編の作品がちょっと、まあ、運よく映画制度が何本かかかってあこれこう立て続けだったんでこれは今撮るしかないなっていうんで、うん、クラウドファンディングやってでキャストは探したんですけどなかなかやっぱいい方がいなくて、うん、で何人もこう紹介しょなんかいい人いるみたいな感じでなんか、なんかこオーディションとかでガッと集めちゃうとなんか僕が妥協しそうな気がしちゃってあそのこの中からもう決めなきゃいけない、うんうん、だからちょっと紹介作戦をちょっと取ってていい人いたらやろうみたいな、うん、でもまあやる気ではいたんですけどでなんか運よく長谷川さんに行き着いたって感じですねで長谷川さん だけかなあと藤原くんが初めてキャストが僕の番組多分そんなもんじゃない、うん、意外とキャスト少ないしねメイン向井ちゃんとか向井さんも初めてだったけど、うん、まあでも大阪もあの怪力の太郎しかもうサイキッカーからの流れなんでサイキッカーの方が先なんですサイキッカーは先ですね、うん、まあもちろんだからそういうサイキッカー Z っていう作品も、まあ、あございましてその時かなりたくさんキャスティング来てもらったんだけど、まあ、あそこの縁も大事にしたいなと思いつつ、うん、結構初めての方がそのキッカー Z も多いし、うん、なんかどっかご縁はどっかで大事にしつつやっぱ新しい方を入れなきゃっていうのをいろいろそれは常にやってるんですけどもサイキッカーめっちゃ多いですよねだからそうですね、まあ、これも中山さんもそうです見た人向けのあれかもしれないですけど、僕のタンクトッパーズっていうのがいるんですけど、そうだ、みんなサイキッカー。タンクトッパーズみんなサイキッカーですからね。タンクトップみんなサイキッカー。なんでまあ、どっちも見て探していただければ。何役だ見つけていただければ。タンクトッパーズってなんだまずそこから、そこからですよね。まず本編見ないとわかんないですからね。パンとバッサイっすねでもやっぱカリスマなんであのメンツの中でもやっぱりタンクトップ界のトップランナートップランナー本当にあれ衝撃でしたまあじゃあこれもちょっと使わないんですけどちょっと長谷川さんと後日談の話をちょっと してたんだこの間そあ紬のラジオ紬のラジオ後日談とかあとまあスピンオフ撮ってはいはいはい、はい、僕もちょっとだけ考えてたんですけどあのまあ
カリスマなんで、はい、あの海斗役の藤原くんが、まあ、タンクトップに弟子入りするっていうストーリーを僕が考えてたんで、ちょっと取り込みそうなあれもありますよね。なんかそうみんなでバーベキューやってるっていう映画撮りたいねっていう、全員タンクトップ。だから劇中見てて、多分大沢さんの役どころ、まあ、最初見た時に、まあ、本当もう最初のインパクトだけなんだろうなと思ったら、なんだかんだずっといるじゃん。ずっといるね。本当煙たがられながらも鋼のメンタルを持ってる。そう結果的になんかもうそこでの輪ができてたんで、この人マジですってすげえなと思って、うん、いやでもやっぱ小沢君もね、そこやっぱあの説明しないでも掴んでくれるんだなって演技をしてくれるんですよ。やっぱちょくちょくめちゃめちゃ面白いのやって、うん、なんかね、あのバーで椅子を引くときにガーって引くとか、それめちゃめちゃ面白い。言ってよ、その声出して大丈夫っていきなり話しようじゃない、撮影の時にクラッとなんかやっぱりね、編集的にそこで音下げるんだ、ひらめくじゃないですか。まあちょっとやってみようみたいな、なんかやりそうだなみたいな。タンクトッパーズのね、トップランナーだったらやりそうな、トップランナーだったらキャラならやってもおかしくないわけですよ。いいでしょ。特にマッチョでもないんだよね。そう中肉中背なんだ。だからやった後に不安になるんですよ。ひらめきはするんですよ。ひらめきはするんですけど、やった後に不安になって。小葉さん大丈夫でした。かっこいいね。やるっていうのがね。なっちゃうんですよ。だから面白いんだよね。ほらもう虜になってもね、今ね、かっこいいね、タンクトッパーズ。タンクトッパーズの虜。タンクトッパーズってどういう活動、タンクトッパーズの活動を日本に広めるみたいな組織として、組織としてのあるんでしょうね、きっとね。なんかダンスとかして歌うんですか、ね、タンクトップみたいな。そんなスキルはないと思いますよ、ね。ただの愛好家ですか、タンクトップ。愛好家だけなんで、カリスマにね。そんなさっき高さんもおっしゃったように鍛えてるわけでもなく、みんな3人ともモテるの。でもなんかモテるんだよね。分かんないけど自信ですよね、やっぱり。そう、自信にあふれてるのが、オラオラ系ですから。そうそうそう、みんな自信ある。そうだから、みんな憧れてね、タンクトップするんだよね、みんな。口半開き、口半開き。これもう本当に見てない人。いや、わかんない。そんなに話のメインでもない話よ。手元のコメディになってきてるから。そう、もう本当にね、泣ける話なんですよ。いや、本当に。もう完全にツイッター上もコメディだと思われてるからね。そう、だから今日、小葉さん、真面目な話でってつぶやきましたよね。やばいと。そう、やばいと思ったんだ。メキシコ海峡とかね。そう、メキシコ海峡です。あれは、スロードね、あれは、小葉さんが作られた。そうです。これも説明しなきゃいけないんですけど、カラオケのシーンがあって、で、まあ、既存の曲使えないからどうしようかなって思っても、だったら作っちゃえばいいやと思って、まあ、演歌の曲を考えて、で、前の作品のサイキックカゼットのエンディングをやってくれた中村明宏さんにちょっと曲つけてくれますって言ったら、完璧な演歌、ガチの演歌つけてくれたら、3番までがっつり作って永遠に流されることのないなんか CD とかにして配ったりしてもいいんだけどね。配信とかにしてもいいんですかね、乾杯で。絶対あれ気になりますもん。気になるよね。もうなりますよね。この人ってなってもう本当このトークの8割ぐらいストーリーと全く関係ない。これ難しいですよね、あのストーリーが。ちょっと仕掛けとかもあるじゃないですか。そうだから、ね、あんまり喋っちゃうのもっていうのありますもんね。ネタバレトークはまたしてみたいね。だからこれは、ね、そうですね。ね、そうですね。見た方向けでまたなんかそういう形でやってみてもいいですね。でもまあね、本当にさっき言った通り友情のごめんねの話だから、ね、ごめんねがね、なんかポイントなんですよね。あの結構食材っていう言葉を今まで説明するときに使ってるなって思ってたんだけど、食材っていう言葉だとなんかちょっと大人っぽいというか硬いというか、そんなね、そうなんだよね。多分これ子供が子供に言うぐらいのごめんねだよなって思って、だからコピーがごめんねなんだよね。20年越しのごめんね、いいコピーですね。いいコピー、そう、これ、うん、そのクライマックスの、まあ、ごめん
すごいなんかグッときて、なんかもうほんとどこまで言っていいのか分かんないですけど、ダメじゃないですか、ぶつかり合うじゃないですか、多分ダメだったんじゃないですか、ぶつかり合い、カットしてもらえばいいの、ぶつかり合う、ぶつかられて、もう本当に痛い。あ、そうなんですか、今回リハーサルしたんですけど、私が思いっきりやっちゃって、痛い痛い痛い、はい、いいの、いいんですよ。でもね、結局ね、なんかちょっとまあ、ちょっとあの激しめにね、なんかぶつかるんだけど、米澤さんは多分、あ、一回リハ、一回本番回したんだっけ、なんか嘘っぽくなっちゃったね、ちょっと手加減でも別になんか、なんだろう、だからそのまあ言えねえな、言えないわ、手加減なしのやつだった。そうそうそう、手加減なしでやらせてくれっつって、あんま、あの、長谷川さんにも俺が頼んで言ったんじゃなかったっけなと思うんだ、なんかでも結局それが一番、結局もよくやりやすいし、ね、うん、ただなんかそれがあの演技としていいのかとか、うん、あの監督としてそういうのを本気でやってくれっていうのはやっぱ俺の腕も悪いんだよなって思ったりもするんですよ、そういうのって。なんかアクションってことじゃん、言っても例えばだから、うん、だからあのジャッキー・チェンのアクションもちゃんと盾があるから成り立ってんだよっていうことで、うん、なんつーの、あの例えばほら包丁で刺すも嘘じゃん、はい、うん、だそういうのはあの嘘を本当っぽく見せるっていうのが、ね、あの監督の手腕でしょうって思ったりもするんだよね。そのだから例えばちょっとビンタするとかいう話になっちゃう、これでもあんまり言えねえんだけどそういうのの時はそういうのの専門の人がいたりするんじゃないの、うん、そのアクションの時とかね、そういうんだけど、結構さ、そのなんつうの、ああいうシーンになるとどの映画でもちゃんとやるじゃない、アンカーやったら、うんうん、なんかそれがちょっと僕の中で正しいのかなって思った時もあるんですよ、なんか監督として。なんかどこまでがあのフィクションで、どこまでがっていうのが、例えばさ、あのホラー映画作る時に内臓ベアってなるけど、多分牛の内臓とかそういう 本物は使わないっていう裏ルールみたいなのがあったりするわけじゃない、そういうさ、なんか別にそこで買ってきたのを使えばいいんだけど、それはなんかその映画のルールとしてとか、まあいろいろ理由はあるんだけど、そう、なんかそこはなんかね、映画だから、映画ってね、その嘘なんで、嘘に見せないっていうか、そうそうそう、僕作り側はそういうのって考えなきゃいけないからね。で、役者さんもね、そうだよね、それは演技も、だって演技だって嘘だからね。じゃあちょっと話は映画から変わっちゃうんですけど。あのですね、皆さんにそれぞれの、はい、ご自身の好きな映画についてをお聞きしたいなと思いまして、何かまあ今思い浮かぶ一本でもいいんですけど、それをちょっと聞いていってもよろしいでしょうか。小葉監督、僕はもう言うのがもう決まってんのがあるんですけど、はい、もう本当に映画ってこんな面白いんだって思わせてくれた一本で、いまだに見るのがあのミッドナイトランド映画なんですよ、ロバート・デ・ニーロ主人の希少金稼ぎの映画で、もう本当にいろんな要素が詰め込まれてて、もうずっと面白いっていう映画が、だそれは本当に映画をそんなに見なかった自分を映画好きにしてくれた一本なんですよ、僕にとって特別だけど、まあ、音楽もいいし、もうかっこいいし、泣けるし、笑えるしって、まあ本当にいろんな要素を見せてくれて、またデニールもかっこよくてですね、最後がいいんですよ、最後ラストの渋い終わり方するんですよ、すごく。だからね、それはね、いつも言ってんで、でもいつも言ってるからちょっと違うのにしていいですか。違うんですよ。ここまで喋ってた。そのままでいいんですけど。はい、行きたい、行きたい。もう一本。そう、だから、そう。で、あの、だいたい毎年、はい、今年一番好きな映画とかあるじゃないですか。それ言っていいですか、今年、はい、今年もね、あのね、誰も褒めないけど、シャザムっていうのが大好きで、DC ですか、DC の、あの子供がヒーローになる、ちょダサいんですよ、とにかくデザインが、もうあれが好きよくても映画も面白いんだけど、ダサ、あ、このちょうどいいダサさを出せる、やっぱアメリカのセンスすげえなっていう、ましたね、なんか日本人がガチでやるかっこよくしようする悪い癖がある、ダサいよ、ダサいまんま、そうそう、力技でいく、なんかでもそれがね、後半めちゃめちゃかっこよくなるっていうのが、あ、
あいいなっていう、なんか俺多分もうなんか今年はだからほらアベンジャーズとかかなり盛り上がってたけど、なんか俺ダントツであれがいいんですよ、なんか分かんないけど。シャザム。あんな撮りたいねやっぱね。もう今撮られちゃったからできないけど。シャザムね。DVD を待つ。いやでも別に女、まあ、いやあのそんなに話題になってないから、うん、そうこの世ほどじゃねえなってみんな思うかもしれない。自信がなくなってきました。言ってたね。去年はね、うん、ゴーストストーリーが一番来たんです。知ってます？ゴーストストーリー。これはね、マイナーずっとね、お化けあの恋人がいて、でも彼氏が死んじゃうんだけど、うん、あの幽霊として出てきて、その幽霊の話なんだけど、幽霊の描写がこうシーツをかぶった、布をかぶってそこに 目で穴開けてるっていう、そういう可愛らしいのをちゃんとリアルビジュアルがなんか見たような気がしますね。これね、すっごいあの静かな、何も起こんない映画なんだけど、なんかやっぱずっと心にはね、去年だからね、去年あんまりいい映画なかったんだけどね。なんかあれ良かったなって。どうしたらいいの？はい、じゃあ長谷川さんは一本なんか結構マイブームみたいなのがあるんですよね。だからなんだろう、一番っていうのは今浮かぶものとか今ね、2択ぐらい、3択ぐらいになってるんですけど、じゃあ3つ今浮かんでる3つは、ある子供と風立ちぬとフィッシャーキングかな。でもなんか大体ある子供って答えるかな。ある子供、なんかある子供はあのダルデンヌ兄弟のやつで、すごい若い、すごい未熟な夫婦、子供ができたばっかりの夫婦がいるんだけど、男の子の方がもうなんかスリで生計立ててるような、しかも自分でするんじゃなくてその辺の子供たちとつるんで子供に盗ませて、でそれを集めて売ってお金にして、で子供たちにも配分してみたいな、崖大将的な、そうそう、生活をしてるやつなんですよ。でそいつが、こいつ金になるんじゃねと自分の子供を見て思いついてしまって売っちゃうんですよね。で結局その子は取り返せるんだけど、女の子はめっちゃ激怒してそいつを追い出すわけですよ。でそこからも別になんか反省することなく薬を続けてたりするんだけど、でもいろいろあって、結局なんか自分がこう使ってた子供が逮捕されちゃって、でそこで初めて反省して、でなんだろう、もう孤独に、もうなんだろうね、あ、自首するんですよね。反省して自首して反省して、でもそこでもう、まあ、奥さんいなくなっちゃった、道場に入っちゃった、もうスリーできない、子分たちも自分から離れていった、で孤独になったところでその自分を追い出した奥さんが面会に来てくれて、で別に大した言葉を交わすでもなく二人で号泣し始めるっていうんで終わるんですよ。だからそれがね、見るといつも泣いちゃうんだよね。なんかこう、なんだろうな、人ってやり直せるべきだなって思って、なんかどんな失敗とか後悔する、もう何喋ってんの私、はい、そういう質問だからいいんじゃないでしょうか、はい、そうそう、なんかいろいろね、自分もいろいろあるけれども、やり直せるべきだよ、やり直していいんだよ、やり直せるよっていう監督の視線、監督が少なくともそういう人間っていうものに対してそういうふうに思ってるってことじゃないですか、うん、そういうふうに見てくれてる存在がいるっていうことがなんかすごい救いになるっていうか、うん、って思うので好き、いつも好き、以上、はい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 、私一本はいろいろあるなと思ったんですけど、まあ、一番というか、まあ、パッと思い浮かんだのがやっぱ寺山修司さんのデイニシスっていうのがなんかやっぱ衝撃受けたし、結構なんていうかそのわけわかんない系であるんですけど、なんかわかんないけどなんか伝わるっつって、なんか強烈なインパクトもあるし、あとやっぱ応援したのがなんかあの東北人特有のなんか薄暗さみたいな、なんかその初めのなんかまあ
カゴメのシーンとかがあるんですけど、なんかそのなんか東北人特有の薄暗さみたいなのがあって、あともうなんかわけわかんない場面が続くんだけど、それでもなんか伝わるものがあるっていうので、なんかやっぱり何度見ても面白いし何度も見たくなるので、うん、まあまあ、パッとなんか初恋の来た道とかいろいろ思い浮かんですけど、まあデイニシスかなって、なんか自分もなんか下手くそだけど映画とかたまに作ったりしてるんですけど、そういう風ななんかその印象的なのが与えられるようななんかまあ一人芝居とか作品とか作れたらいいなとか思ったりします。はい、かな、なるほどって思った。でも薄暗さっていうので、私なるみちゃんのそんなに見たわけじゃないけど、あ、そう、うん、そうですね、まあ薄暗い感じ、薄沢監督作品、そうそうそう、薄暗いなって思った。あの薄暗くね、薄暗い、乳首はそんなことない、そんなもんない、青いね、何の話、鮮やかに青い、最新作ですね、米沢監督の最新作ですね、ちょっと待って、なんだっけ、乳首の神、小沢先生もここも出てる、なるほどなるほど、青いんですか、僕は青くないです、主人公の方が乳首が青くて、乳首が青いと女性にモテるって話なんですよ。あーへー、奇想天外なラブコメディ、よく考えたね、ファンタジーコメディ、乳首もすごい好きというか、まあ、焼いている漫画見てすごい感動して、もう乳首焼いて、乳首を焼いてる、焼いたらどうやって焼くの、ああ殺し合い地なんですけど、なんか女の人デリヘル嬢の乳首を焼いちゃって、で私食べればいいじゃんと思って、あ食べないんだと思って、あ食べたいなと思って、そこの着想を得た、やっぱ小寄りだよ、やっぱ小寄りだ、小寄りってそうなの、ちょっと待ってくださいね、そういうなんかいいよ、どうして そこが繋がるのかがわからないっていうか、あれだって食べ美味しそうって、あれその漫画読んだことあるけど、美味しそうってならないじゃん、でもその時すごい感動して、乳首で取れるんだと思ってなんか調べたら、イボコロリでも取れるらしいそうです。それはなんなくないですか、本当に噂で入ってきたっていう事件、なんか出てきてネットサーフィンした、乳首いいわってなんか思ったけど、あ、帰ってくるから食べてもいいっていう、それでたまたまその時に飲み友達の人と話してて、なんかその人はあの飲み友達ってキイチさんって言うんですけど、キイチさんは神様みたいですねみたいな、まあ優しいから、じゃあ乳首の神様で乳首神はどうでしょうみたいなのから、なんかなんとなく広がったと思ってキイチさんが乳首神って、そうそう、キイチさんみたいな人が乳首神で世界を平和にできたりいいなみたいな、なんか適当なことを考えたらそうなった、楽しみですね、全然完全に紬の、ね、話じゃなくなったの、乳首神みたい、乳首神が見たいって、じゃあちょっと大沢さんもあの何か映画を、僕はねこれを僕も小林さんと一緒にあるんですよ、絶対的に言うのは、それもバックトゥザフューチャー2なんですよ、まあ、2っていうのなんでね、あ、もうそれはすごいわ、僕もこれでもすぐ浮かぶのはそれなんですけど、まあまあそれはただ置いといて、せっかくなんで2かはちょっと3じゃダメなのっていうのもちょっと、ね、まず全部好きなのは前提なんですよ、前提なんですけど、僕ね2を初めて見たんですよ、1見たことなくて、当時、あ、最初に見たのが2だったんですね、その経験は誰もしてない、2が劇場でやってて、当時で中1か2の時に、であの、まあ、友達に連れられて、だ自分は1見てないからどうしようかなと思ったんだけど、まあいいかと思って友達が見てっつってから、で一緒に行ったら僕の方がハマっちゃった、それでもうまず2を劇場で 2,3 回見に行って、で3がやったらそれも見に行って、で 2,3 同時上映とかやっててそれも見に行って、でリバイバルで1がやってそれも見に行って、でビデオ買って、当時1万5000円ぐらいするんですよ、それお小遣い食べて、ビデオテープね3本買って、でそれを土日どっちかで 1,2,3 全部見るみたいなのを繰り返すみたいなのをやってたんですよ、中学生高校生ぐらいまでだったんで、それがそれ見てなんかなんですかね、作り手になりたいなと思ったのが最初なんですよね、で、今こういうのに至るで、だからなんですけど、まあ、それ置いといて置いといて、まあやっぱブレードランナーですかね、さっきの話の、さっきの話の、まあ、ね、もっと前の映画だもんね、そうですね、ブレードランナー77年とか、こんなだね、80年とかだと思うんですけど、
ブレードランナーは、まあ、好きで、で、まあ、なんで今出したかというと、さっきも小林さん、まあ、みんなとも話したんですけど、あれって舞台が2019年11月ロサンゼルス、最初それの字幕で始まるんですよ、字幕というか、そうですね、その2019年11月ロサンゼルスで、まあ、レプリカントが逃げ出してみたいな、そこから始まるんですけど、だからそれを見たときに2019年11月にロサンゼルスに行きたいなっていう漠然とした夢を持ったんですよ、うん、まあ、初めて見たのは多分ある程度僕大人になって見たんで、うん、あ、大人っても高校生の終わり頃とか、まあ、20歳ぐらいかな、うん、に見たん でその時から、あ、2019年行きてえな、 そこまで遠い未来じゃねえな、うん、と思ってずっと行きたいなと思って、でそれが今年なんで、だこの行きたいっていうのをいろんなところにこう今伝えてる、誰か連れてってねえかなってこうやって言い続けてる、もう今も伝えてるわけね、今も伝える映画の話しろって言ってる、これを見ている人が連れてってる、誰かロスに連れてる、すごいな、俺が一番ちょっとあれだな、なんか面白くないな、何が仕事だった、反省です、反省です、なんかやっぱ映画監督の立場でそれ聞かれるの一番痛くて、その好きな映画とか影響だから、まあ、なんかね、これはだからこういうバイオとなんか映画好きバイオとあるわけですよ、なんかそういうさ、いや昔あった、そういうの今もう言わなくなっちゃうけど、なんかちょっとでも映画好きでコアな人たち、コアな人、そうだ、あのエンタメ言うとなんかバカにしてくるやつとか、若い頃だったよ、若い頃はね、そういうこともある、ちょっとアート系の言うのがかっこいいみたいな、言いづらい監督の名前言ったやつが勝ちみたいな、あそれ知ってんだみたいな、なんかなる感じ、はい、ありがとうございます。ではちょっとあの最後に、まあ、告知を皆さんに聞く前にちょっと改めてつむぎのラジオ のシネマラソンの公開日程とかをちょっと、はい、こちらの方で、はい、皆さんでやっていただけたらなと思います。はい、これは持った方がいいですか。あ、でも、あ、僕は持ってます。あ、ありがとうございます。8月10日から1週間限定で、池袋シネマロサにて8時、はい、毎日8時半から、1週間レイトショーでやります。で上映終了後は毎日、舞台挨拶やらトークショーなどあります。今のところ決まってるのが、まあ、もちろん全員の全員っていうか、まあ、来れる人になるけど役者さんの舞台挨拶と、落語家さんにまず来てもらいますと、うん、あの米沢さんの知り合いである左右亭楽、緊張師匠と楽八さんとお二人と映画の作品についてと、まあ、物語作りなどそういうことについて伺えたらなっていうトークショーと、とそれに付随して別の日に米沢さんの落語を一回やろうと、お米沢ファンをまず呼ぶ日を作ろうと思って、まあ、米沢さんに落語を聞いたわけじゃないですか。なんか今知ってたよ、知ってたよね、言ってたね。そうで、あとですね、まあ、長谷川さんが前に出た格がままっていう作品の監督の上村さんに来てもらって、うん、女子トークデーをね、ちょっと作ろうかなと、14日、そこは女性サービスデーに合わせて今、そうですか、女性レディースデー、はい、レディースデーと、あともう一個決まってるのが、メイキングなんですよ、あの20分メイキングをみんなで、そう、米沢さんに作ってもらって、それを流しながらみんなでコメントするっていう日を一日作ろうかな。面白い、いいですね、いいですね、楽しみね、楽しみだな。あとまあ一応交渉中の方もまだいるんだよ、あとまあ他は決まってないです、決めてないというか決まってないというか、あと一人決まってるんですね。あと一人、そう、あとまあできればね、米沢さんと長谷川さんによるデュエットでね、メキシコ海峡で一日どっかでぶっ込みたいという、今ね、あのカラオケできますかっていうのを聞いて、まあ、名前演奏はどうなんですか。名前演奏なんですよ、あそこあんま怒られるかな、支配人に怒られるかな。名前さ、あとギターとかね、こうできるの、ギターできる、できんの、じゃあダメだ、じゃあダメだ、じゃあダメだ。でもなんか、梅津さん呼ぶの、一緒にやってる人呼べば弾いてくれるかも。本当？そのアコースティックバージョンでじゃあ。はい、じゃあ、決まった。決まった。まあそういう感じで、いろいろと盛りだくさんにね、映画の後もやっていきたいと思って、これがあのいっぱい入ると拡大上映をね、なかなか狙っていきたいので、でね、来てくれてる人も本当に、はい、解散会と。監督、あのグッズなどは販売の今のところ、はい、パンフレットと T シャツを今、目下制作中で無事に出来上がれば、これはね、
これね、あのまあ、同じようなの作るんです。これあの手作りなんですよ。これは自分であのシルクスクリーンってやったんですけど、今ちょっと業者に今頼んで、今汗だくで。汗だくだっためぐってごめんなさいな感じ。そうそうそう、こう色が違う。デザイン自体はもちろんですか？ほぼ一緒です。ちょっともうちょっと細かいのがあるパン作るんだけど、ほぼ一緒で、あのロゴの入ったこれがいいかなと思って、これとあの今パンフレットをね、あの今業者に発注して突っ返されたところなんで、どうなるか分かんない。突っ返されたんですか？いや、サイズを間違えてたって。ああ、10日までには。10日までには間に合うのかどうか。まあ、もしかしたら15日ぐらいできるかもしれないですけど。ぜひともそうね、なんかね、まあ、結構ね、パンフレットもそう、みんなのまあ、簡単なんですけど、アンケートとかね、いろいろ書いてもらったから、ちょっとまあ、多少まあ、そんね、うん、頑張ったんですよ、俺もいろいろ書いて。言い訳が、うん、でも面白いですよ、面白いですよ。僕個人的にはめちゃめちゃ面白いですよ。え、面白いと思いますけど、ちょっと見せてもらったんですけど、うん、こんなのも入れたんねって。そう、ね、うん、そうそう、えー、トークショー終わりとかにあの、ね、パンフレットに皆さんのサインとかもいただけたり。あ、それはもちろんです。もちろんですよ。ではぜひパンフレット、こちら、つむぎのラジオ、池袋シネマラスで8月10日土曜日より1週間限定のレイトショーでやりますので、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それぞれの告知がありましたら。はい、告知。はい、私は、あるかい？え、聞こえちゃう。あ、たぶん、まあ、2個なんです。一番、8月31日に、おうどん銀座うららってとこで、落語が、6時半からやるんで、それちょっと、ポスターを持つの忘れてきちゃったんで、8月30日にとりあえず楽屋やるんで、ツイッターで流します。あと米沢なるみで毎年一人芝居公演やってて、10月の22から27日北池袋新世界シアターで食べ物を題材にした一人芝居をやるということで、今台本を頑張って書いておりますので、あのもしよかったら遊びに来てくれたら、なかなか喜びますという、なかなか喜びますというのです。はい、そう、あとなんか YouTuber みたいなのをやってまして、蛍光日誌みたいなのをちょこちょこ、ちょっと今とあの台本書くんで止まっちゃってるんですけど、まあ、稽古本格的に始まったらそれもまた随時更新します。あの米沢なるみで YouTuber で、あの登録者数が今280人で、あと20人、300人になって、私が勝手に一人で焼肉を食べますそれも中継するんでしょ。食べますという会で、まずどうぞ皆さん登録してくれたら、俺が焼肉食べます。よろしくお願いします。意外とね、こんなんだけどね、しっかりした台本書くこの、この頭にそんなこと考えるスペースがあるのかっていう、これ不思議なぐらいね、面白いです。あとね、 YouTube もね、やっぱね、なんか狂ってていいんですよ、本当に狂気を感じるんですよね。一人で自分の部屋で一人ですげえドアップで話してて、でアフレコでツッコミを入れてるんですよ、自分の声で。でも小声でツッコミを、おやおや、なるみさんとかいうツッコミを自分で入れてるのが、紬のラジオっぽいですね。なかなかね、結構このレベルのなんか高いのか低いのか分かんないんだけど、すごく。楽しんでいただければいいと思いますよ。ああ、じゃあ嬉しい。じゃあ頑張らね。もう今年はね、あ、いろいろやることも多くてね、8月から頑張ります。はい。はい、急に勢いが。NHK のキャラクターみたいなのをしゃべってたんで、ね、あの劇場公開とかじゃまだないんですけど、あの桐生映画祭での上映される映画で、まあ、桐生映画祭制作の映画なんですけど、三宏明監督の、リビングの女王っていう映画、この間撮影しまして、もうすぐ桐生映画祭だから、あれ10月とか、うん、秋だよね、多分秋頃ですね。まだスケジュール出てないんで、ちょっとリビングの女王で検索してもらったり、桐生映画祭で検索してもらったりして、ちょっとチェックしていただいたらなと思います。よろしくお願いします。あれです、何ちゃんだっけ、小野里奈ちゃんが主演です。で、瀬戸かほさんが里奈ちゃんのお姉ちゃんで、で、小野里奈ちゃんとつるむ謎のお姉さんです。
ミスコンの話なんですけど、元ミスコン女王っていう役柄をもらって、私今までちょっとない役だったんで面白かったで、ちょっと見てほしいです。よろしくお願いします。すごい、すごい。はい、はい、私舞台を8月の15から18というちょっと紬とかぶってるんですけど、なんで、シネマロサさんには舞台本番終わりで間に合うはずなんで、毎日行こうと思ってるんですけど、すごい、まあ、8月15から18で、八幡山のワーサルシアターというところで、劇団コラソンゆるねばっていう作品をやりますんで、ぜひぜひ、FC 東京のサポーターが主人公の話なんですよね。でそのなんか、まあ、あの、まあ、サッカーあるあるではあるんですけど、ただなんか多分誰もが見てもなんて言えばいいですかね、あの、まあ、要は好きなものに対する熱量がある人たちが好きなものを例えば知らない人に思いっきり伝えてるギャップを笑うみたいな、そういうコメディなんですよ。なんで、なんでお前知らねえんだよ、うちのエースっつったらなんとかだろうみたいな、こっちは当然のようなテンションで言うけどこっちは全くわかんないみたいな、例えばですけどね、例えばそんなようなちょっとそういうギャップ感を描いたようなコメディなんで、まあ、全然サッカーとか興味なくても面白く見ていただけると思いますので、ね、ぜひぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。小葉監督は何か次回作とか今後の作品の予定とかがもしありましたら。ないです。あ、でも11月ぐらいに、ね、なんか喜ぶね、うん、なんかごめんなさい、全然うまくもないっていうね、ごまかすのが下手なんでどうにもなんない。でもまあ、ヌンチャクソルって映画作りまして、ね、言っちゃった。いや、まあ、でも大阪人で流れたからあれはいいんですよ。ヌンチャクソルっていうダンス映画を作ったんですよ。でそれが、まあ、大阪君も出てもらってるっていう、はい、だからとにかくダンス映画が、いや、これはエンタも僕もがっつり王道の脚本書きましたっていうのがあって、ちょっとね、だこれも不安、まあ、僕もあんまやったことないことをやったんで面白いとも思うし評判はいいんですけど、不安は不安でね、やっぱりね、その上のせよ。だからそれをちょっと楽しみに気にしててくださいね。もうとにかくヌンチャクソルという作品、やどっかでやるような気がしますんで、なるほど、うん、調べていただければ。そう、まだまだもうちょいだね、もうちょいだと思います、まあ、もうちょいしたら言えますんで、その辺も調べないでいいです。うん、でも面白いですよ、本当に。まあ、大変な役を大沢さんにやってもらっちゃったんで、ね、そうですよね、強烈でしたね。どう、そうですね、ちょっと事前に見させていただいたんですけど、何分くらいですか。70何分くらい。おー、すごい、すごい、すごいね、ね、すごい。本当に軟着か、その辺はね、似合うよ、本当かい、いてつかがりちゃう、本当かいって似合うよね。あげようか、軟着あるよ、ありますね。全然映画と関係ない。あ、でも確かにできたらかっこいいかもね。え、似合うと思う。パチャワーみたいな感じでやる。いつもやってた。グッズグッズですけどね。この5分超難しいんですけど。時間も無駄じゃないかっていうね。結構師匠弟子みたいな関係性みたいなのも見て取れて、うん、あ、ベストキット的なシーンもあったりね。面白かったですね。そうですよ、そうですよ。感想ちょっとね。一応ね、そういう感じ。うん、だって本当に王道って脚本意外と難しくて、うん、なかなかね、こうダンスをしていくっていう、全くダンスを知らない人が、ね、女の子目当てなんだけど最初はダンスをやっていくっていう話なんだけども、やっぱモチベーションをしっかり作るのが結構大変で、もうだからもう最後はこんな感じにするっていうのはもう全これ全く言えないんですけど、決まってるんだけど、そこに向けてこうストーリー、説得力があるストーリー作っていくのがすごい大変だったので、なんか王道だ、王道ですねなんて言われちゃうけど、結構そうでもないよっていう、そう大変なんだよっていう。ね、でも本当にエンタメとしてね、いいと思うんだよな。おっさんが頑張る映画です、今度は。すごい勇気をもらえるというか、なんか挑戦する勇気というか。ありがとうございます。あとなんか、まあ過去を乗り越える、乗り越える、うん、そうなんです。まあそういう意味で紬ともそういう部分はね、あれ好きなのかもしれない。紬はまあ女の子だけど、次はおっさん。そうですね。おっさんが頑張るよ。びっくり
くりするぐらいおっさんですよ。そうやって何言ってんだろうね。監督もエンドロールに名前が。あ、そうですね。つむぎはね、なんかしなきゃ出なかったんだよね。大体ちょこちょこっとね、そうなんですね、あのね、人が足んねえからっつって出たりするんですけど、そう、つむぎの作品、ちょっとですね。ちょっとです。そちらの方ですと、まあ、最新情報をね、最新情報で今後も楽しみにしていただきたいと思います。うん、面白いですよ、ぜひぜひ。はい。でもまあそうですね、もう一回言っちゃってね、でも面白いですよ、本当。見てください、熱中ソウル。なんかもういいや、怒られて。だってもうね、やっぱ知ってもらった方がね、いいよね。11月。もう11月です。シネマロサで。シネマロサで。かっけー、こういうトーンで言ったね。では、はい、今日来ていただいて、皆さんが出ているつむぎのラジオが、つむぎのラジオが、つむぎのラジオの話が、あんまり、いや、まあ、いやたっぷりそうですね、たっぷりしたとしましょう。8月10日からやりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、それではちょっと最後になるんですけど、このシネマチラリズムという番組なんですが、こちらのいつものあれですね、シネチラポーズというものが実は存在してまして、はい、こちらを皆さんでちょっとやっていただきたいなと思うんですが、覚えてる、覚えてますか。右手で C を作っていただいて、あれクロス要素はちょっと何かクロス、でもでもね、オリジナリティ出したらやっていただいてもいいですか。あ、本当ですか。右手で C で、左手でちょっと顔を隠してもらって、え、嘘でしょ、嘘だ。何か、なんか新しいやつが、ニューバージョン。そうです、そうです。結局誰から見て C なのかっていうのを今、あ、そのカメラです。僕から見ると、僕から見るとこっちなの。そうです。で、ん？いや、合ってますよ。合ってます。合ってます。で、シネマチラリズムでこうちょっと顔を覗かせる動きを、はい、まあ、最初はシネマチラリズムです。はい、あの、久保さんがせーのって言いますんで、はいはい、それに合わせシネマチラリズムで、はい、お願いします。では行きます。あそこのカメラに向かってお願いします、はいはい、せーの、シネマチラリズム。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。恥ずかしいです。